アニーさんだということでですね、今日はですね、めちゃめちゃ簡単で、レンジで2分でできちゃうような、めちゃめちゃ誰でも簡単に作れちゃう、失敗しない速攻牛乳プリンっていうのをですね、作っていこうかなと思います。めちゃめちゃ簡単で、それなのにめちゃめちゃ美味しくて、それなのにダイエットにぴったり、これはまさに革命的だという感じですね。ということで、早速作っていきましょう。はい、じゃあですね、早速作っていきましょう。まず使うのは、卵さんです。卵さんがいっぱいありますね。で、その卵さんを何に使うのかというと、まずね、卵を2つ取っちゃいます。卵を2つ取っちゃうんです。で、そしたらですね、この卵を、ね、割って、卵白だけ取っちゃいます。わーちょ。卵白をパカッとね、卵白といえば卵をパカッとね、うわ、割り方下手くそ。めちゃめちゃ下手くそですね。まあ、こういう日もありますね。で、そしたら黄身をね、こう、省いちゃうんです。卵白だけ使うので、この卵黄は何に使うのかというと、卵かけ、TKG です。TKG にね、今日ね、食べちゃおうかなと思うので、これはね、TKG 用に取っておきまーす。で、あとはどうするのか。そしたらこの卵白を切っていく。こうね、かき混ぜて、卵白のね、このボインボインですね。ボインボイン、ボインボインなのか？ボインボインではないですけど、これ腰を切っていくんですね。はい、こんな感じでね、腰が切れました。これはですね、卵白の腰が切れればいいので、別に泡立て器じゃなくて、箸でも全然いいですね。とりあえず、この卵白の腰を切っていきます。で、そしたら使うのは、この牛乳さんです。セブンイレブンさんでございます。ということで、このセブンイレブンのね、牛乳をね、入れていきます。牛乳をですね、150g 入れます。で、お次はこちら、低甘味料のラカントさんですね。カロリー糖類ゼロのスーパーで売ってるやつです。で、このラカントを 30g 入れます。ちょちょいのちょいやでという感じでね、ちょちょいのちょいやでとね、入れていきます。はい、ラカントを入れたら、これをですね、混ぜていきます。はい、こんな感じで混ぜました。で、さっきね、この卵白を、腰を切ってから牛乳入れましたけど、牛乳とか入れた後に卵白の腰切ろうとすると、なかなか、あのね、腰が切るのが難しいので、先に卵白の腰を切ってから牛乳入れるのがちょっとポイントですね。で、そしたらこちら、バニラエッセンスを少量に入れておきます。ちょっとでいいです。あくまでこちらは香り付けなので、ちょっとね、入れればいいですね。で、そしたらですね、この液体をですね、裏ごししちゃいます。こう、滑らかにするためですね。裏ごしするだけで、全然ね、この滑らかさっていうのは結構変わるので、絶対に滑らかさを大事にしたいのであれば、こすのが重要でございます。はい、そしたらですね、耐熱容器のね、コップにね、入れていきます。リリ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 よいしょっと。はい、こんな感じでプリンを入れました。めちゃめちゃ楽しみですね。で、あとはですね、これに軽くね、ラップをしていきます。軽くね、こう竹串で穴を軽く開けてあげましょう。はい、ということでこんな感じでね、ラップしました。めちゃめちゃ簡単じゃないですか？え、牛乳と卵混ぜただけ。これはめちゃめちゃ簡単ですね。本当にね、例えばね、他のお菓子とか TKG とかね、作って卵白をね、使わなかった時とか、どうしようかな、何に使おうかな、捨てるのももったいないな、なんて時にね、こう結構便利なんじゃないかなと思いますね。その上、ヘルシーだし、罪悪感なく美味しいものが食べれちゃう。これは最高ですね。ということで、レンジで2分チンしていきましょう。500ワットで2分チンしまーす。で、注意が必要なのは、2分以上やりすぎると、ちょっとね、吹きこぼれちゃうので、ちょっとね、レンジの前に、こう、かじりつきながら、こうね、チェックしといた方がいいですね。ボコ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 ってなってきたら、急いで止めましょう。じゃないとね、吹きこぼれちゃうので、気をつけることが大事です。こっちはね、ボコボコしてちょうどいい感じですね。もう一個の方がですね、まだボコボコしてないので、ボコボコするまでね、やります。ポイントはボコボコです。
お、ポコポコしてきました、ポコポコしてきました。お、ポコポコしてきましたね。いい感じです。で、ボコボコになったら止める。これが大事なポイントですね。めちゃめちゃいい匂いしますね。いや、もうめっちゃいい匂いがプンプカプンですよ。プンプカプン。ということでね、これめちゃめちゃ美味しそうなんですけど、あとはですね、冷蔵庫で冷やしていきます。はい、ということでですね、めちゃめちゃ美味しそうな牛乳プリンできてしまいました。これめちゃめちゃ簡単ですよね。本当にね、すぐに一瞬でできちゃいます。そして肝心なのはやっぱり簡単さも大事ですけど、味が大事ですよね。ということで早速食べてみましょう。わあ、プリンプリンですよ。プリンがプリンプリン。やばいね。ちょっとつまんなさすぎてちょっとやばい。じゃあですね、早速いただきます。うん。あ、すごい。ちゃんとしたプリンですね。美味しい。あ、これは絶品です。めちゃめちゃ美味しいですね。いや、もうトロットロの食感がね、これはたまりませんね。ということで、めちゃめちゃ美味しいプリンの作り方でした。ということなんですけれども、ここで重要なお知らせが、毎回毎回のね、お知らせが。ということで、私ですね、実は和菓子職人で和菓子を作ってる人なんです。ということで、オンラインストアとか、山形市とかにね、あずき宿っていう、ね、和菓子屋もやってたりとかなんとかして、めちゃめちゃね、美味しい和菓子をね、販売してるんです。山形生クリーム大福。もう山形で大人気。っていうか、いろんなところからお取り寄せしちゃったり、来なかったりするみたいなね、めちゃめちゃ美味しい、自信を持って作ってるめちゃめちゃ美味しいね、大福なんで、ぜひね、食べたい方はぜひ。オンラインストアなり、この山形のお店に来るなりして、ぜひね、美味しいお菓子食べてみてください。これはめちゃめちゃおすすめですよ。ということで、ぜひね、こんな感じで投稿してってるので、ぜひ、ね、面白いと思った人はチャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いします。ということで、バイバイ。